はい、ゾエパートナーズの大森です。今回はですね、謝罪というような感じなんですけれども、何をね謝罪するのかというとですね、私ですね、野球がね好きなんですけれども、そんなね野球好きな私がですね、なんとですね、1年間ねほとんど全くね気にしていなかったというところでですね、ずっとね気にしてたのはですね、大谷選手、大谷翔平選手ばかりにですね、ホームラン王争いをしているですね、大谷翔平選手ばかりに気を取られていてですね、なんとですね、私ね、大失態を犯していてですね、我らが千葉ロッテマリーンズ、私ですね、千葉県民としてですね、千葉ロッテマリーンズ応援していてですね、マジック点灯かというところまで来てね、ようやくね、最近になってそれを気づいたというような感じでね、大変申し訳ありませんでしたというところでね、千葉ロッテマリーンズファンの方々、大変申し訳ありません。今日ですね、ちょっと動画を撮っているのはですね、2021年、10月の2日土曜日なんですけれども、その時点でですね、なんと気がついてからね、ちょっと2、3日経ってしまってですね、今ね、速報を見たらですね、なんとパリーグ順位表ね、2位になってるというところでね、気がついた時にはね、マジック点灯かというニュースで気がついたにもかかわらずですね、今日見たらですね、なんと2位になっていたよというところでですね、千葉ロッテマリーンズ頑張っていただきたいなというところで、オリックスが1位になってますね。0.5 ゲームさでね、まあまだまだね、まだまだというかですね、ギリギリなんとかなるんじゃないかなというような感じで思っているんですけれども、ですね、千葉ロッテマリーンズですね、前回優勝したのはですね、リーグ優勝は2005年ということでですね、クライマックスシリーズで優勝したのは2010年で、そのままですね、日本一に駆けがったというような感じでね、この時は確かね、3位とかだったと思うんですけれどもね、リーグ3位から、クライマックスシリーズ勝ち上がってって、なんか日本一になったというような感じでね、2010年の時のことをね、よく覚えているというような感じですね。この時ですね、確かね、千葉のですね、J リーグ、僕ね、サッカーあんまり詳しくないんですけれども、J リーグでですね、柏レイソルがね、確かね、優勝した年だったはずなんですよね。千葉がね、なんか暑いぞみたいな感じになってたと思いましてね、その時にですね、私ね、中学校の時の同級生のですね、当時柏レイソルに所属していたですね、増島達也選手がね、活躍しているなと、中学校のね、増島達也選手同級生だったんでね、その時のことはね、覚えているというような感じでね、ちょっとね、千葉県民としてね、あるまじき私のね、千葉ロッテマリーンズのことを全然ね、チェックしていなかったというところをね、今回謝罪したいなと思っております。で、それだけだとね、何なんだいという話なんでね、ちょっとだけね、千葉ロッテマリーンズのことについてね、僕もね、それでちょっと話したいななんて思った時にですね、思い出したんですけれども、私ですね、中学校の時にですね、野球をね、野球部で野球をやっていたんですけれども、もちろんね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもね、私ね、万年ベンチウォーマーとしてですね、補欠要員で、ずっとね、試合には出ていないという風な感じでね、大体ね、補欠の補欠の補欠ぐらいでね、だから怪我する人が1人、2人、3人みたいな感じでね、代打やって、ようやく出るぐらいの感じでね、補欠要員だったんですけれども、まあ別にね、その時の、中学校ね、強豪の野球部だったよっていうことではなくてね、私のね、多分野球のセンスが全くなかった。プラス、あんまりね、練習にね、行ってなかったっていうのがね、あってですね、なかなかね、やっぱり中学校とかだとね、毎日練習に来ている人がね、普通ね、まあ、中学校じゃなくてもね、毎日ね、練習しに来てる、ね、真面目なやっぱりね、部員をね、優遇して試合に出してあげるっていうのがね、普通だと思いますんでね、まあ僕みたいにね、土曜日と日曜日は絶対行かないぞっていう謎のね、スタンスの部員はですね、基本的にはまあそのね、補欠ぐらいになってっちゃうよというような感じの記憶があるんですけれども、そんな野球部の時にですね、当時ね、中学生だった僕はですね、顧問の先生からですね、大森ちょっと来いというふうに言われましてですね、何ですかと、この補欠の私に何ですかというような感じでね、話を聞きに行ったらですね、マリンスタジアムで野球ができるんだけど、お前行くかというふうにね、当時言われたんですよ。で、何のことなのかちょっとよくわかんないなと思ったんですけれども、なんかね、未だにちょっとよくわかんないんですけど、いろんなね、中学校がね、なんとなくみんな来ててですね、思い出作りにね、ちょっとなんかバッターボックス立ててね、思い出作りにマウンドからこうね、球投げれるよみたいなね、そんな感じの
会だったっぽいんですよね。で、僕がですね、友人一人とね、二人で、僕と友人とね、その中学校から代表で二人でね、マリンスタジアムに野球をしに行ったと。で、一回ね、バッターボックスに立ったような気がするんですけどね、確かね、サードゴロをですね、そのサードの選手がエラーして、塁に出たっていうような感じだったと思いますね、確かね、僕のね、記憶では。で、守備はね、つかずにですね、こう練習だけさせてもらってね、1時間だか2時間だかぐらいね、やって帰ったという風な感じのね、記憶があります。で、その時にですね、思ったんですけれども、千葉ロッテマリーンズのね、そのマリンスタジアムはですね、全部ね、全部じゃないですね、内野のこのところはですね、人工芝になっていたなというのをね、なんとなく思い出してですね、で、今ね、この庭師になってね、人工芝張ることもあるんですけれども、そんな感じでね、今ね、ちょっと調べてみたんですよ。その当時の人工芝と同じね、ような感じのね、こうなんかね、確か僕の記憶だとね、もう中学生の時なんでね、13歳か14歳なんでね、今もう僕36歳なんでね、20何年前の話をね、こう思い出しながらしてるんですけれども、これね、確かね、この、なんていうんですか、短かったんですよ、ね、芝生の高さがね、人工芝の高さがすごい短くて、で、軟式野球ですからね、中学校なんで、軟式野球だったんですけど、球がもう弾んでね、もう、全然ね、もう今までね、カッチカチのね、中学校ですからね、カッチカチの地面でやってたのにもかかわらずですね、これ、すごいな、この人工芝ってのは、弾むもんだな、なんていうのをですね、その時に感じたというのをですね、思い出してですね、最近ね、ちょっと今日ね、今調べたんですよ。そしたらですね、なんとですね、千葉ロッテマリーンズ、スタジアム施設概要っていうのはね、このマリーンズのオフィシャルサイトに載っててですね、千葉マリンスタジアム、現 ZOZO マリンスタジアムは、ですね、この芝生のことについてですね、ついてもですね、書いてあってですね、人工芝は2018年に、新たに最先端の技術を、採用した MS クラフトベースボールターフ、これちょっとホームページね、公式ホームページ多分 B が1個多いのかなっていう、ちょっとね、誤字脱字、なんていうんですかね、なってるんですけれども、張り替えを実施したと。で、この人工芝、天然芝に近い感覚でプレイできる野球専用の人工芝ということなんですよね。最新の技術により芝面と接地するプレイヤーの足元のブレやボールがバウンドする際のゴムチップの飛び散りを抑制、また芝表面が光を分散させ照り返しを低減するので、プレイヤーと観客者の目にも優しい人工芝ですというような感じでね、書いてあるんですよ。で、確かにですね、これを見てですね、私もね、なんとなく思い出したんですけれども、照り返しでね、確かにちょっと眩しかったような気がするなというところでね、もうちょっと20年、20何年前なんでね、眩しかったかどうかっていうのはね、ちょっとあんまり覚えてないんですけれども、スパイクでね、やりに行ったんですよね。そしたらね、人工芝と人工芝じゃないところのね、土っていうかね、なんかちょっと固めのね、土だったんですけれどもね、その土がね、そのスパイクに挟まったっていうことぐらいしかね、ちょっと思い出せないんですよね、今ね。だもしかしたらね、眩しかったのかな、どうだったのかなと思ってね、ちょっと気になったというところでね、MS クラフトベースボールターフっていうのを採用しているそうなんですよね。で、この MS クラフトベースボールターフっていうのはですね、ちょっと調べてみるとですね、2、3個ね、採用してる、ね、球場があるみたいでね、とですね、見てみると、ちょうどね、オリックスバファローズの、その本拠地である、スタジアムが、このね、MS クラフトベースボールターフという風な感じになってますよっていうのをね、調べたら出てきたというような感じですね。確かにね、この写真見てみるとですね、MS クラフトベースボールターフね、かなりね、本物っぽい感じにね、見えるなというようなところなんですよね。結構ね、やっぱり耐久のこともあると思いますんで、結構まあ、頻繁にね、張り替えるんじゃないかなとは思うんですけれども、もう耐久力もね、上がってますよっていうのも書いてありますし、このね、なんか芝生の形状もね、あんまりね、変わりませんよっていうのも書いてありますしね。やっぱり照り返しがっていうのもね、結構書いてあるというふうな感じですね。いろんなところでね、なんか採用されているみたいなんですけれども、そのね、大阪、京セラドームですかね。京セラドームと、あとはですね、メットライフドーム、埼玉のね、本拠地、埼玉西武ライオンズ本拠地にしているメットライフドーム、あとはね、ZOZO マリンスタジアムというふうな感じでね、これ見る感じだと3つ。というところですね。2018年の発表のね、やつを見てたらね、3つと。まあもしかしたら今ちょっとね、今調べてないんでね、ごめんなさいね。MS クラフトベースボールターフ調べるとね、
軽く調べるとこんな感じで出てきたというところでね、確かにね、思い出してみるとね、その人工芝なんかね、いや、こういう風にね言うとちょっとあれなんですけれども、今ね、皆さんが使っている人工芝ね、普通にね、お庭に敷いてあるような人工芝のやつの方がかなり芝っぽいなっていうような感じだと思います。当時のその20数年前にですね、僕がね、マリンスタジアムで野球をやった時の人工芝はですね、もうとんでもなくね、もう本当にこれだな、これだと、その記憶の中の人工芝って、これなんかこういうね、鍵型というかね、こうカチカチのね、なんかやつでね、もう本当にそれだったというような感じのね、印象がありましたんでね、今ね、皆さんのご家庭でね、使われている人工芝の方がですね、確実にいいもので、そしてですね、なおかつさらにはですね、その野球でね、使われている人工芝っていうのもだんだんね、変わってきましたよというような感じで、調べたら出てきたというような感じのお話になっております。まあ、ちょっとね、今日はね、あんまりね、意味ないかもしれない話をしたというところなんですけれども、まあ、千葉ロッテマリーンズ、まあ、千葉県民としてね、応援したいなと思っておりますんでね、まあもうね、10月に入っちゃってますんでね、まあもうほぼほぼね、決まりなんじゃないかなと思うんですけれどもね、ぜひとも頑張って優勝していただきたいなと思っております。その時にはね、また嬉しいなという気持ちになるだけなんでね、頑張っていただきたいと思っております。ということでですね、今回はですね、千葉ロッテマリーンズの話と人工芝の話をしております。いつもはね、もうちょっと真面目なね、造園業、植木屋さん、庭さん、庭木の話をしている時もあります。チャンネル登録まだですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。